はい、どうもこんにちは、松井塾の天地です。さあ、今日で、大晦日ということでですね、2021年も終了ということで、まあ本当に今年1年間ありがとうございましたと、いうことになりますということです。まあ感謝してもしきれないということです。まさにね、YouTube のね、収益がどのくらいありますかっていうのをね、もう完全に忘れた1年間でした。大体だけをお伝えさせてもらいますと、大体月1万円です。月1万円分ぐらいが大体今年はそうですね、だいたい1月から12月までだいたい月1万円ちょうどもらえるみたいな感じですね。はい、まあ、皆さんありがとうございますと、いう感じになってくるんですけれども、はい、ということになります。はい、まあそれはもう何でしょうね、まあのんたろうさんに一番やっぱお世話になったっていうのはお世話になったんで、まあ、いつものことですけれども、のんたろうさんには申し訳ないというふうな感じで、まあ、ありがとうございますというところから始まって、でアジアさんにですね、僕は、まあ、アジアさんは別に動画がうんぬんっていうよりも、まあ、知識的に合ってますかっていう話でね、まあいう話になったんで、全然だからのんたろうさんとは今年だから1年間絡んでないんですよね。僕もノンタロウさんの動画見るだけの余力があんまりほんとなくて、まあもう情報バーって調べてっていう状態だったんで、あんまりこうエンターテインメント系の動画が見られないっていう状態でしたね、正直。はい、ですし、私自身もなんかすげえ真面目なクソ真面目な動画ばっかり撮ってたなっていう印象が、まあ、私としてはありますね。はい、でまあ、のんたろうさんにまあお世話になって、でアジアさんにまあ学問的なところでこれって合ってんのみたいな感じで、まあそんなにしょっちゅうやってないですよ、しょっちゅうはやってないですけど、はい、まあ、逆にブログ見させてもらって、ああそうなんだっていうふうな感じで、まあ、まあ勉強させてもらったかなというふうな感じなんですね。はい、まあ、キラーカメンさんも要はこのコロナが始まる前に、まあ、ちょっとお世話になったりとかして、まあいうふうな感じでっていう話なんで、まあいつかコラボしましょうって言ってたんですけどね。まさかコロナでここまで要するになんかほとんどもう出禁になるみたいな状態になるとは私も思ってな、完全には思ってなかったですけど、まあ予測はしてましたけどね、これまずいんちゃうかって予測はしてましたけど、そんな1年間だったかなという感じですね。で、まあ塾の方も正直まあ忙しいという感じでしたね。はい、もうなんか休みが何なのかよくわからないしみたいな。おい、もうなんかコロナ出て、まあ、これまた休校になるんちゃうんかとか言ってね、もう熱、生徒が熱出ましたって言ったら、これほどヒヤヒヤすることないですから。はい。コロナですかみたいな状態になって、で、まあ、ワクチンが供給されて、まあ、ちょっと落ち着いたかなっていうぐらいの感じです。はい。ということになります。で、一応あらかじめ言っときますが、来年の予定ということに対して言っときましょう。皆さん、いろいろこう聞きたいことあると思うんですよ。先生、来年は要するにアメリカの中間選挙とかってやるんですかとかね、アメリカ大統領選のアメリカのとかやるんですかって、やりません。はい。もうあらかじめ言ってますよ、4年後の要するに、例えば2年、まあ、さらに3年後か2年後か忘れましたけど、はい、アメリカ大統領選挙やるんですかっていう話になるんですけど、はい、はっきり言いますが、やりたくないんで、やりません。はっきり言わせてもらいますね。もう、アメリカ大統領選なんか怪しいぞとか、なんかいろんな意見あるぞっていうのは、もうみんな分かってるじゃないですか。分かってる時僕どうでもいいんですよ、正直。で、コロナの時も一緒で、もうコロナの時も一緒で、もうみんな、ありとあらゆる意見言うじゃないですか。で、この情報おかしくないっていう時は、右からも左からもボコボコにされるようなことであったとしても、俺は言うよって話です。ただ、別にみんな盛り上がってるんだったら、もう、アメリカの中間選挙とか、まあ、それは暇やったら取り上げるかもしれないですけど、そういうので、もう要するになんかもう、他のやつらがこう、バーってやると思うんで、まあ、そっち見とけばっていう感じですね。はい。まあ、なんか変な動きあるやん、これっていうふうにあったら言いますけど、はい。まあ、変な動きがあるやんって言ったらなるんですけど、まあ、別に私が今見てる限り別に想定した通りに、まあ、物事が世の中が動、まあ、ある程度想定の範囲内で動いてるんで、別にあんまり興味はないですよっていう感じですね。はい。ということになります。で、まあ、だから、今ちょっと怪しいかなと思ってるのはフェミニスト関連とか、あの辺はちょっと怪しい動きしてるなっていうのは思うんで、その辺はちょっとつくかなという気はしますが、基本的にないと思います。で、私の要するに動画は、何回言いますか、ここ教育チャンネルですので、別に私、モノモース系 YouTuber でももともとなければですね、社会に対してぶった切るなんか論客でもなければですね、保守論客でもリベラル論客でもなければ、政治家でもないんですね。塾の先生って分かってますか？法律の解説とかしてるわけじゃないですからね。弁護士でもないんで。はい。ということなんですが、日本史が今、ストックがだいたい2、300本ぐらいあるんですよ。で、ストックが2、300本ぐらいあるんですが、大正、昭和、平成ですね。大正、昭和、平成が、取り終わらない可能性が高いんですよ。
で取り終わらない可能性があるということになるんですけど、で、この日本史動画っていうのはそもそもうちの要するに生徒が隙間時間とかで要するに動画見て、まあ、大学受験で頑張れるようにっていう風な形で撮ったのが始まりなんですね。始まりなんですね。決してですね、日本史の真実を暴く番組ではないんですよということになるんで、2月になっちゃうと、だから4月までちゃんと撮れば日本史が全部完成するんですが、残念ながらそれ完成することが多分ないという感じになると思います。今の調子だと私の体力が残ってないという感じになるんで、2月か3月ぐらいから日本史から英語かもしくは科学両方やろうかなとも思ってるんですよ。また虫食い的になるんで、というかいつ終わるんだろうと思ってるんですよ。全ての学問が終わるのがいつ来るんだろうと思ってるぐらいちょっと量が多いんですけど、はい、まあこれ日本史とか世界史とか倫理とか政経とか全部終わる頃にはもう俺おじいちゃんになってんちゃうかなと思ってるんですけど、まあ私がおじいちゃんになっても見続けたいという、まあ、既得な方いらっしゃいましたらまあ見てください。はい、特に面白くはないですが、英語が科学に、移動しますよという感じになると思います。よろしいでしょうか。はい、まあ英語と科学で、まあちょっと英語の方はまあふざけた英語でやろうかなというふうには思ってます。まあ科学もちょっともうちょっと日本史はね、どうしてもふざけられない部分があるんで、ふざけられない部分が、本当はもっとふざけたいんですけど、あんまりふざけすぎるとね、大人の事情でですね、右の人から攻撃受けるんで、そんな目的ちゃうやんっていう話になるんですけど、はい。まあ、英語や科学やったら、まあ、ある程度、まあ、日本史よりはもうちょっと、適当にやっていいかなっていう感じですね。はい。おふざけが足りないっていう状態になっちゃうんで、まあ、英語と科学はまあふざけようかなというふうな感じでちょっとやってますという感じになってます。はい。でこれが一つ目ということになるんですけど、まあ、あと一つは何かなっていうことは、これは、まあ、どっちかっていうと保護者の意見が多いんですけど、松井先生休日どうしてんのみたいなね、はい、普段休日どないしてんのっていう意見があるんですよね。で、まあさすがにまあまあだから僕自身がまあ休日の時どうしてるんですかっていう話になると、まあゲームしてたりとかっていうのはたまにはあったんですよ。今はないんですけど、今ここ10年間ぐらいないっすね。ここ10年間ぐらいはないんで、そうっすねっていう感じなんですけど、まあ大学生の学習塾のバイトする前までは、まあ、ゲーム好きだったんで、まあ、ゲームかなという感じになるんですけど、はい、まあ子供たちの前では冗談で言ったんですけど、はい、ゲーム実況超暇ならやってみようかなって言ってね、はい、まあ一応言っておきますけど、スパチャとか、そういったものは一切受け取るつもりはないので、多分機能的には切ってると思います。機能的には切ってると思いますし、機能的に切り忘れてたとしても絶対投げないでください。はい、私そういうの嫌なんで、はい、投げ銭とかあれすっごい嫌なんですよ。はい、という感じなんですよ。まあする分にはいいんですけど、全然する分には全然いいんですけど、されるんがすごい嫌なんで、はい、ということでね、ゲーム実況ということで超暇ならでね、はい、ときめかないメモリー、これちょっと判件とかもろもろと、判件とかなんかやっていいのかどうなのかってちゃんと調べてからちょっとやろうかなと思ってますけど、はい、ちょっとときめかないメモリアル生実況みたいなね。ちょっと松井くんの学生時代どうだったんですかっていうのをね、説明するのもちょっとめんどくさいんですよ。まあ大体こんな感じやな俺っていう、はい、こんな感じやなって分かりやすく、学生時代とかどういう風なんだったんだかで、いちいち説明するのが非常にめんどくさいので、まあ分かりやすく言うんだとしたら、まあときめかないメモリアルをやってればまあ分かるよねって話、はい、大体もうパターン分かると思うんですけどね。理系の勉強して文系の勉強して、まっすぐ家に帰ります帰宅部ですみたいな、万歳みたいな。お前が見なくても大体分かんだろみたいな感じになるんですけど、はい、まあゲーム実況でもまあ暇だったらやろうかなという感じではあります。まあこんなことがねできる世の中になればいいですけどね。まあ来年もちょっとそれは厳しいかなと私は思ってます。はいはい、まあもちろんこれがね、一応予定なんですが、もし本当に有事の危機があったりとか、これは本当に大丈夫かなって危機があった場合に関しては、予定を変更しまして、はい、中国関連のことをやったりであったりとか、ウイルスの関係のことをやったりであったりとか、まあ大統領選挙の話というか、まあアメリカの情勢の話をしてみたり、ウクライナ情勢の話をしたりとか、金融危機の状態についての話っていうのを、まあ織り交ぜていこうかなと思います。はい。つまりまあ皆さんが私がこうやって遊んでる状況をたくさん見れるという、ね、休日、私が休日の時にたくさんこういうふうなのが見れるっていう状態になったらですね、松井先生はまあ大丈夫でしょうっていうふうになってるということです。これが全く見れないですね、まともな話っていうか真面目な話で真剣な話してですね、お前ら分かっとんのかみたいなこう感じになってたらですね、まあ有事だということだと認識していただければと思います。
はい、よろしいでしょうか。ということですね。ふざけてるようで真面目ですということですね。真面目なようでふざけてますっていうね。はい、いう感じになります。ですが、皆さん本当に、この1年間に関しては本当にありがとうございましたということになります。はい、まあ、12月31日まで働く松井塾は働いてます。はい、来年はですね、1月の1日から働こうかなというふうに思っております。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。